明日から仙台青葉祭りが始まります四年ぶりの通常開催を前に青葉区の各会場では準備が着々と進んでいます期待する思いっていうのはひしひしと伝わっておりますのでそれに応えたいなというところで今皆さんであの準備しておりますのでもう本当にいよいよ汗ですからね意気込みが非常に高まっております仙台青葉祭りは新型コロナの影響で 3年前から中止や規模の縮小が続いていましたが、今年は4年ぶりにコロナ前と同じ規模で開催されます。時代絵巻巡行が復活し、10基の山ぼこや武者行列が東二番町通りなどを巡ります。スズメ踊りは踊り手の数の制限をなくし、114団体およそ3600人が参加する予定です。 時折雨が降る中、会場の一つとなっている江東大公園市民広場では、ステージの設営や客席の準備などが進められています江東大公園市民広場では、踊りや太鼓が披露されるほか、政宗公ゆかりの地のグルメを集めた森の市が開かれます仙台が元気になるような、そんなふうな祭りにしたいと思ってますので、多くの人に参加していただきたいなと思っております。 こちらは森の市に出店する大白区の笛工房、おときち笛工房です。しの笛という、あのすずめおどりさんのお囃子に使っているような竹で作っている横笛ですね。お祭りの賑わいを盛り上げるお店だと思っていただければありがたいと思います。笛職人のおときさんは、すずめおどりでも使われるしの笛を作り、 長年青葉祭りで出店を続けてきました去年を大幅に上回ると予想される人手の多さには不安もあるといいますが4年ぶりとなる通常規模での開催に期待を寄せていますどれくらいのお客様が来られるのかそれにちゃんと応対できるかってあの商品の数的なこともありそこが不安ですねもういろいろ工夫されてここまで通常開催に こぎつけられたので、えー、私たちもその一部としてお客様に本当にお祭りを心から楽しんでいただきたい昔懐かしいお面や駒子ども向けの小さい笛なども出品されるおときさんたちのブース祭りの賑わいを一緒に作り上げていきたいと意気込んでいます選週完売っていうのが 欲しいわ楽しみだわっていうふうに手に取っていただけるように笑顔の接客を心がけます。